ニューなんです。でまた大の甘いもの好きで、はい、甘いもの好きです。原宿でね、当時流行ったスイーツをね、食べ歩いてました。あ、もうあれなんですか、まあ、英語とかも喋れるんですか。そうですね、英語もアメリカにも留学されているので、はい、まあ、ペラペラ、もちろん中国語もネイティブですよね。あ、才能ある人なんだな。で、この人が中国に行っちゃって、国営テレビの特別番組で熱唱、台湾でこれを。